久しぶりのサバイバルだー。うるさい。こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回からマリサがいますが、タチエは編集がめんどいのでないです。よろしくな。ちなみに、知らない方のために言っておくと、主は超めんどくさがり屋なので注意だぜ。あと、このシリーズの投稿遅れてしまってごめんなさい。別シリーズの編集をしたかったのと現実があれだったのと、あといろいろ言い訳すんな。とりあえず前回の投稿から5ヶ月ぐらい経ったのでいろいろ忘れました。おい、どんだけ経ってんだよ。まあ適当に今やりたいことやればいいんじゃないかな。絶対何かミスるフラグだなこれ。その前に、前々回に募集した狼の名前を発表するよ。お、コメントしてくれた方いらっしゃったんだな。何その私の動画はコメントが少ないみたいな言い方。だってこのシリーズだけ実際そうじゃん。なんも言えねえ。さて、この狼の名前は、キュルルになりました。私は全然変な名前だとは思わないわ。確かに霊夢のクソゴミネーミングセンスとは比べ物にならないな。ひどい言われようだな。私だってセンスのいい名前ぐらい簡単に思いつくよ。お、じゃあ何か言ってみろ。ウルフ。どうしたの？私の神ネーミングセンスに圧倒されて、まるで言葉にならないほど素晴らしいとでも思ってくれてるの？ああ、確かに神ネーミングセンスすぎて逆に言葉にならないほど素晴らしいな。ありがとう。こいつはもうダメだ。ところで霊夢、さっきから何してるんだ？とりあえず何すればいいかわかんないし、自宅付近を整備しようかなって。いずれこの辺は町にするつもりですし、おっし。なるほどな。で、今ただの伐採作業を垂れ流している理由は？ないです。は？だったらカットしろや。町には必ず道が必要なので石を取りに来た、ついでにブランチマイニング場を若干や広めにしたよ。さーて、どこを掘ろうかな。ちなみにこの掘り方は適当です。適当すぎて失敗した感しかない。は？どうして制圧済みのスポブロが？私の方が聞きたいわ。なんでやねん。確かに、録画外で見つけて動画で紹介しようと思っていた記憶がうっすらと、完全に忘れてた。おい。まあ、気づけただけマシでしょ。てかこの洞窟全然制圧されてないな。さてはビビって逃げたな。知らんな。とりあえず進もう。あ、上から来やがっただと。見事にスケさんの罠にはまったな。あ、でも勝手に落ちてきた。戦闘開始。私に勝負を挑むなんていい度胸してるわね。今空振りしただろ。なんのことですかい？結局倒せればいいのよ。あ、はい。音的にまだ上にいるみたいね。荷物整理したら行きましょうか。とりあえず階段作っていきたいけど音が怖い。ビビリだもんな。う、スケさんがいるはずだからちゃんと見よう。松明松明。ほい。スケさんはいずこ？お、奥にいるようだな。ははは、私から隠れることはできんのだよ。結局一本道だから戦い方に変わりはないという。畜生。まあいることを先に把握しとけば驚かないですむげん。驚くの霊夢だけだから。嘘だ！ゾンビの音もするがどこにいるんだ？私もわからぬ。奥にいるわけでもなさそうだし。というかここも行き止まりだ。ゾンビすっごい近くにいる気がするんだけど。しかも結構な数いるぜ。スケさんもいるみたい？どこにいるんだ？探すか？そうだね。絶対にこのすぐ近くにいるから掘っていこう。ここからだと左の方から音がするな。適当に掘ってみるか。このスポブロら辺からでもすぐ行けるような気がするなぁ。近くでもなかなか見つからないな。ここら辺からとかどうよ。完全に適当。大丈夫だ。問題ない。フラグ建築オツだぜ。なんでそんなこと言うの？微妙。なんでしれっと開けたし。いやまあ開けるの忘れてたから。だとしてももうちょっと貯めてから開けろや。別に。いいんじゃないかな。そんなことより中身サドル以外ゴミだな。馬鎧を忘れないであげろ。ぶっちゃけダイヤの方がいいじゃん。欲が高すぎるわ。てかなんでそっち行こうとしてるんだ。さっき探してた空洞がこっちと繋がってる説を潰すべく。繋がってない前提かよ。まあ繋がってたら繋がってたでラッキーってことで。これ結構広い洞窟だわ。ビビって逃げ出すなよ。任せろ、私の本気を見せてや。逃げよ。おい、少ししか進んでねえぞ。逃げるな。今度また来ればいい話だもん。絶対忘れるじゃねえか。そんなことない。私の記憶力はおじいちゃん並みだぞ。舐めるな。それダメダメじゃねえか。大丈夫だ。問題ない。やかましいわ。さて、結局また掘って空洞を探し当てる作戦にするわ。
3分ぐらいずっと掘っててやっと見つけた。しかもそれがスポ風呂。嬉しい。言うてそんなに経ってないじゃんか。いやこの3分がすごく長く感じた。だってカップラーメン作れちゃうんだよ。長いよね。ね。はいはい。にしてもさっきのゾンスポと超近いな。それな。しかも今回はスケスポらしい。これは経験値トラップタワー待機。ほんとここに作れって言ってるようなものだねこの配置。このスポ風呂洞窟と繋がってるっぽい。もうちょっと手前を掘らないとスポ風呂部屋に侵入しづらいな。そうだね。ちょっくら穴を開けてみよう。もう一段掘り下げた方がチキン戦法しやすそうだな。ゴリ押せや。私の戦闘能力じゃ瞬殺されるわ。その方が動画的に。それを言うでない。とりあえず中の状況を把握しなければ。スケスポなのになんであんなにゾンビが。たくみさんのコット出てくるなや。これはゴリ押ししたらスポ風呂爆破されそう。よし、行ってこ。行かないよ。これは弓を取ってきた方がいいな。弓取ってきた視野も結構あるからだいぶ心強い。とりあえずここら辺に穴を掘って攻撃しよう。たくみ先生はどこだ？さっき弓を取りに行った時にデスポーンしたのでは。それだとありがたい。近くにはいないっぽい。とりあえず届くところに松明を置いといて、弓で攻撃していこう。霊夢のエイムは果たして、この距離なら余裕だよな。やるじゃん。はい。いや今のはブロックの判定が。言い訳すんな。すんません。もう一ブロック開けるか。これじゃあ攻撃されちゃうかな。弓でなんとかしろ。任せろ。はい。スケさん弓うますぎだろう。まあ私には劣るがな。どの口が言うんだ。まず相手が普通なのに対し私一人で戦えてる時点で私最強。ぶっちゃけ相手 AI だしな。めたい。そういやなんでさっきから私がマリサに突っ込んでんだ。そりゃあまあ、別にいいじゃん。あそう。そんじゃやっと侵入といきますか。やっとか。まずは湧き潰しだー。うえー、めっちゃあそこに溜まってやがる。あ、でもゾンビくんがスケさんをだいぶ倒してくれた。計画通り。嘘つけ。てかほんとなんでこんなにゾンビいるんだよ。きっと霊夢がゾンビに好かれてんだよ。わーいモテモテだー。はい気持ち悪い。ゾンビは全員倒したかな。スケさんはまだまだいるな。そんな至近距離で弓使うなよ。だって戦闘苦手なんだもん。練習してこい。めんどい。は？アスレの方が楽しいもん。まあわからんでもない。一応私も戦闘上手くなりたいとよく思うことあるけどね。時間が。あ。とりあえずスケさんもだいぶ少なくなってきたね。ほんとスケさんちょっとの隙間から撃ってきやがる。次で最後のスケさんだな。覚悟しろ。おいおいビビったか？人のこと言えんのかよ。うっさい。近い。攻撃が当たらねえ。スケさんほんと動きうざくて攻撃当てづらい。やっと当たった。霊夢が戦闘下手っぽなだけなんだよな。おい現実逃避するな。現実？何それ美味しいの？洞窟に繋がってるかと思ったら繋がってなかったね。そんじゃお楽しみのゴミ箱。レコード。スイカはすでに持ってるしな。まあまあって感じ。忘れるな。レコードとスイカの種はレアだぞ。え？何のことですか？レコードとスイカの種、涙を拭きな。もう片方のゴミ箱は？糸。修繕。だと。おい、ゴミ箱と言ったことに対して謝れ。すいませんでした。これは完全に宝箱だ。ま、カボチャの種はいらないんですがね。糸はいつか何かに使えそうだな。絶対にこの宝物を生きて持ち帰るぞ。死亡フラグが立ったな。そうだ、このスポ風呂とゾンスポの位置関係をアバウトでも把握しておくか。いつかの昔のパートに、座標は高さしか見ないと言ったな。あれは嘘だ。複製。知らんな。とりあえず戻って座標確認して道の作成だな。なんでこここんな迷路みたいになってんだ。音を目指して適当に掘ってたらいつの間にか完成してた。そのおかげで石も結構集まったし後悔はしていない。よかったな。さて、座標の確認と、結構近ければ高効率経験値 TT が作れる。あっちの10マス先ぐらいにあるな多分。なおスポ風呂の知識は薄いため経験値 TT が作れるかわからない模様。ここのゴミ箱取り忘れて宝回収と。そしたら帰って荷物整理して、家周辺の整備といきますかねー。まずは玄関先を若干や整備しよう。道は大体脳内でできているからサクサク進めてこう。言ったな。ミスしないとは言っていない。はぁ、扉の前は道ブロックにしとくか。道ブロックって草ブロックにしかできないからいろいろ面倒い。贅沢言うな。道ブロックには松の階段。これ定番だから。定番にしか頼れないのかよ。そうだよ。陰夢語録持ってくんな。すいません臭いのでやめてください。お前だよ。
とりあえず家の前はある程度整備できたのであっち行くよ。どっちやねん。ここら辺に、幅5マスの南北大通りを作るわ。今回はちゃんと数えたので山と山の中間になってるはず。お、霊夢にしては珍しい。これを基準にまっすぐな大通りを作ろう。まずは整地しました。そしたらここに道を作っていこう。道の端は磨かれた花崗岩で作るわ。花崗岩っていい色だよな。松明を間違えておかないようにオフハンドから外しておこう。作業台を置いておこうかな。今はいいか。作業台は作業のしやすいところに置きたいぜ。そしたら磨かれた花崗岩をバーッと置いてくか。足りねえ。思ってるよりも結構な数必要みたいだぜ。まあいいや、先に中を石レンガで作ろう。もちろん半ブロックにして節約するぜ。そしたらまたバーッと置いてこう。バーッと。バーッ。足りねえ。バーッ。うるせえしばくぞ。マリサ悪魔ごめんなさい。誰が悪魔だ。とりあえず南北大通りの一部は8割終わったけど、この後どうしよう。家の前の道をどうしようかとちょっとだけ道ブロックにしてあったので、それを南北大通りまでつなげるわ。このまままっすぐにつなげられそうね。もちろん階段は松で、言い忘れてたけど道の幅は3マスね。一番下の階段の下を土ブロックにしておくと、その先を道ブロックにしても隙間が緑に見えなくて違和感が減るわ。草ブロックに透過ブロックを置いても土ブロックに変わらないからわざわざ変えなければならないぜ。バグかなんか知らんけど面倒だわ。でもそれを利用して何かできるかもね。何かってなんだ？そりゃあまあ、ご想像にお任せって感じで、何も思い浮かばないだけだろ。なぜわかった？むしろわかんない方がおかしいだろ。そんなバカな。道は作り終わったけれど、なんか微妙だな。どうしたものか。結局こっちは東西大通りにすることにしたわ。ちなみに整地はすでにしておいた。仕事が早いな。まあ全カットしただけなんだけどね。知ってた。南北大通りは赤、東西大通りは白のラインね。でも戦力岩も全然足りなさそうだわ。とりあえずここまで東西大通りを作ろう。案の定戦力岩も足りなかったから、近くの洞窟から花崗岩もついでに取ってきて。東西大通りを作ったから、南北大通りとの交差点に広場を作るわ。それがこの町の中心となるんだな。そうだね。円にしたいけど自分で考えて作れないので、ある本を見ながら作るよ。そのせいでもちろんグだったから、カット。円もできて、中もある程度石レンガにできたから、中心に噴水を作るわ。どんなのにするか決めてるのか？決闘。そんな誇らしげに言うな。だってそんなに建築センスないしな。とりあえず中心に板ガラスの塔を作って、水ダバーしてみよう。どのくらいの高さがいいのだろうか。まずは3段にしてみよう。果たして霊夢はどういう形の噴水をイメージしているのだろうか。そりゃあ、吸ってなっててぽってしてる感じ。わかんねえ。普通の人ならわかるよ。そっか霊夢は普通じゃないもんな。どういうことよ。そのまんまの意味だぜ。わかんねえ。完全に水を気に吸ったろ。霊夢のエイム力じゃ上に乗らないとうまく置けないぜ。いやいや、違うから。上に登るために水をいただけだから。じゃあなぜ一旦回収した。しかも乗るのミスってるし。いや、これは、その、ミスっただけだから、言い訳にすらなってねえ。言い訳は言い訳。さ、む。すごい微妙な形になった。だろうな。下の縁の形があまりよろしくないから直そう。やっぱりこの形だな。そんじゃ水を流してみよう。これで見栄えが変わるわけ。だばな、だ、これ、ないね。ボリュームが足りんな。やっぱり横に広がるような感じにするか。仮で土でやってみよう。嫌な予感しかしない。きっと大丈夫さ。その自信はどこから出てんだ。な、だ、これ。例えが思いつかんがなんだこれ。これはないな。だね。広がる部分を1マス下にすればいいのか。これなら私のエイム力でも受ける。さて、またわけのわからないものを作ってしまった。これはもう一番上を1マス上げるしかないな。で広がる部分をさっきの高さに戻してみるか。まあ、こんなもんかな。さっきよりは全然マシだぜ。噴水の底が地味だったから安山岩で装飾するよ。ついでに、さっきまで超浅かったから1マス深くするわ。でもそれで噴水の見た目が少し変わってしまわないか？その時はその時よ。あ、はい。そこは磨かれていない天然の安山岩にしとくわ。それだけじゃ結局地味だろうからまた装飾しようぜ。もちろんさ。
中心は歯ブロックを利用した隠し光源にするつもりだけど、大丈夫よね？何がだ？やったことないからちゃんと光るかっていう心配が、透過ブロックだし大丈夫なはずだぜ。まあ確かにガラスと同じようなものか。そんじゃ今掘ったところを磨かれた安山岩で装飾しよう。隠し光源部分も磨かれた安山岩でいいか。どうせ完成したら一生見ることがなさそうだけどな。かわいそうに。設置したのは霊夢なんだよな。あ、足りない。クラフトしてっと。よし、そしてここに松明を置いて、歯ブロックで蓋をする。本当はレッドストーンランプとか置きたいんだけどねー。資材がねー。ビビってネザーに行かない霊夢が悪い。知ってた。これでそこは完成。やっぱり緑が少しあるだけで雰囲気変わるわー。あとは噴水を作って完成だぜ。噴水にうまく装飾できるだろうか。水の広がる部分を石の半ブロックで作ってみたけど、その下にできる空間のせいでだいぶ見栄え悪くなってしまう。それ以前になんか噴水の形違和感ないか？せやな。さっきマリサが言った通り、そこを1マス下げたら変になったね。これは一番上と広がる部分を1マスずつ下げれば良さそうだな。ついでに石半ブロックを消し飛ばそう。お、結構いい感じになったな。石半ブロックもやっぱいらなさそう？どうだろうか。石半ブロックがないとどうやってこの水広がってんだこらって言われるぞ。そやまあ、マイクラだし。めたい。それだったらもう中心の板ガラスもいらなくないか？ぶっちゃけ自分もそう思ってる。マジかよ。噴水の中に変に空間ができてしまってるから、やっぱり板ガラスはいらないね。これでもう、どこから水が出てんだこらって絶対言われるな。まあこの噴水が気に入らなかったら未来の自分が直してくれるから任せとこう。自分で自分を苦しめるとは、ド M かな？それは違うよ。本当は？わからん。じゃあド M ってことで。久々のサバイバルでしたが、いかがだったでしょうか？そういえばマリサ、気づいてた？何が？私の家の外観に違和感を感じない？あれ、葉っぱなんか生えてたっけ？ちょっと期間が空いたせいで外観が物足りない気がしたから生やした。確かに少し見栄えが良くなった気がするな。やったぜ。ちなみに、歯ブロック回収中にこんなことがあったよ。ここで問題。ででん。この後私はどうなったでしょうか？死んだ。正解は？普通に生き残りました。というわけで今回はここまで。ではでは。